こんにちは、ボブです。今回は守備最強星1の宇田幸四郎選手を紹介していきます。はい、守備全振りするとすべて95へ、絶好調で99になります。はい、星1では割りない数値ですね。他はすべて真っ赤。通常の育成だと守備は80超える。そしてグラウンドパス、スピードキックがある。フィジカルコントは少し低めで、スタミナは78。はい、今フィジコン以外はなかなかいい数値ですね。はい、宇田選手はセンターバックに置けるということでセンターバック育成してみました。この育成でもかなり強そうですね。はい、宇田選手は今シーズンプロ入りを果たしてからなかなか出場の機会に恵まれないようですけど、この持ち前の守備の強さを発揮して成長していってほしいですね。